どうも、ロリコンと書いてロックリーコンプレックスと呼んでいる、三沢です。おバカな4人の珍道中お一人ありがとうございます。前回のあらすじ、いっぱい死んでストップ1桁は大変態。次のステージはレベル5。マップの大きさから見る限り、ラストステージなのでしょうか。ま、その辺はクリアすればわかる。ある意味滑る床と加速しトラップはないから、レベル4のような被害は出ないかと。ただ、異空間がクセモノだったような気がする。確か初見エクストラではゲームオーバーになったような、異空間の死亡なんてもはやお約束です。そろそろミサは本気出してもいい頃ですよ。あん、それ挑発のつもりか？うどん、言ってやるな。ミサはあれでもいたって真面目だ。ただちょっとアホなだけだ。アホがアホ言うなアホね。わいがいみんなアホやけどな。何この醜い争い。そういや私忍者か。ここのステージで忍者って、なんかろくな思い出がないんだよな。ここ空ですか？滑る床こそはないが落下しの恐れ十分にありますよね。ああ、ありありだぜ。意識しないと。うわあ、危ない。ちょ、あんまり先々行くなって。これカッターだったっけ？いらんがな。あちょこれやばいんじゃ。ミサは、死んだかと思った？残念言ってるよ。HP なら死んでたな。痛い、何に当たったし。案外陸が続かないとぐだるんだな。4人だとなおぐだる。踏み台ジャンプ本当気をつけろよ。危ない私の忍者が、ハゲよかまし。カッターで満足します。お、ウィップあるやん。なんとなくだがあれでいいや。扉に入っちゃおう。もちろんだ。あーこれはウィップで。行くぞー。よいしょ。痛い。あー僕のファイヤー。あいつバカじゃねえの。何やってんだか。いいやどうせしてるつもりだったし。このステージ入って一番最初に落下してるのが熟練者なんですかねー。なぜ一番最初に体力尽きて死んでるのが熟練者なんでしょうかねー。ごめん自分を見失ってた。ウィング欲しさもあまりに体力見てなかった。てか、ウィングってここで手に入るんですね。随分後半になるんですね。多分一番最後に手に入るコピー。ハルベア除けば。上昇気流に乗るぜ。やめ、死んじゃう。パラソルなら安全だ。お前ら早くしろよったく。そう焦るな。のんびりと空の旅をだな。おいこらてめえ。すまん、あのままだとグダグダになりそうだからつい。多分俺死んでましたよね。扉入ってなかったら。かもな、ウィング失ったのが結構痛い。うおおおお、パラソルいらね。ぴょん。あ、ごめんうどん、食いしたから。なんだ今の。すんごいシュールだったぞ。うん、俺なんで死んだのかわかんなかった。てかここか。ウィング一人いたり紐切れるコピー持ってるとひどいことになるんだよな。だな、わかった。おまる私の後ろに乗れよ。これでいいか？いいぞ。これでサクサク進める。せっかくだしお前らも乗るか？やだねバイバイ。うわぁ。一人で行くのは死亡フラグである。人の親切を断るからですよ。それじゃよろしくです。私あいつ復活するの待っててあげたのに。せっかく私が珍しく協力しようとしてるのに。どうせお前のことだ何か裏があるんだろ。やばいこの展開はマジでやべえ。死んじゃう。へへ。あ、まずいウィングが。ワーコピー所有者俺だけだ。痛い。あやばいボタン押し間違えた。ダメだあいつ早くなんとかしないと。スピアコプター使えばスムーズにいけるんじゃ。ウィング。あーん。なんで？奴が放った羽に当たった。すっげえ地味なやられ方だな。ただいま。僕もスピア持っておこう。お前ら。スピアコプター絶対すんなよ。取り返しのつかないことになるぞ。ごめんもう遅いです。なるほど。蓋が切れて足がなくなりますね。だからスピアの攻撃は極力控えてくれよ。おい、ズッキーお前絶対わざとだろさっきから。僕は敵を倒すためにやってるんだが。そうかそうか。で、本音は？気も切ってる。切りたくなる気持ちはすごいわかるけどね。オフショウィング。ええ？ちょ、おま、うおおお。あぶね。おいこら HP 殺そうとするな。すまん敵を倒そうと思って。ウィングの羽ばたきで足場が。この羽ばたきのおかげでマルチプレイだと難易度が一気に上がっちゃうんだよな。おまる、これ切ってくれ。あれ？どうやんの？あ、なんだこれでいいのね。羽ばたきじゃないと切れないと思ってたんだなあいつ。ミサワが足滑らせて取り損ねてましたよね今。言うんじゃない。わい体力やばいわ。だが先に行かせてもらう。今僕死にかけたわ。どうせなら乗っけろよ。そう思ったんだが着地できん。羽ばたきで全部縄切ってしまう。よっしゃレッツゴーマルス。痛い。ミサワシールド。なんでこらうるせー。うん、入るか。食べ物が欲しいです。いい加減降りろ。やなこった。あれ落ちてたわ。何もないよかましだし。チートルネードにでも。ミサワに前衛やらしてワイラは後ろでぬくぬくと。おそりゃいいですね。でもすげえあいつトロイからワイが先行くしかないね。くそ。
トルネードなんて捨ててやったわ。おいおい死ぬぞ。あれ俺どこ行った？って何チャージしてんのグフ。グダグダじゃねえか。おお、結構しんどくなってきたな。だがここにマキシムがある。何の問題もないね。うおうよこせー。ほい、どうも。これで万全だ。何も怖くないね。いつ、おい余計なこと言うな全身クラブ人間。ちょ、ひどすぎるだろそれ。間違ってないから否定はできんがな。歩く死亡クラブとかでいいんじゃない？いいな、それ。お前らちも涙もないな。ミサは僕のリング残しとけよ。はっはなんだこのゴリ押し。え、俺だけ好きや？まあいいや。じゃ入るわ。ここか、最後のスフィアトラップにはご用心を。ウィングの人は、このでっかいもやっとボールを無視できないこともないが、絶対やらない方がいいぞ。ですね、レベル3のサザエがいい例です。まあ、なんでわよ一人で行かせるんねん。いやリーダーだし、頼りにしてるんですよ。そうかそうかそれならいいや。うどん、私の上でのんびりするのはいいが、目は離すんじゃないぞ。了解です。おめえ何楽してんだよ。おまるにだけは言われたくないだろうな今の。あ、やばい僕乗り遅れた。まあいいや後ろからのんびり行くか。いてーおっと、強制ワークカーセルじゃないか。羽ばたくだけで敵が倒れるのって楽だよね。ワイは死にかけやし、頑張ってくれやー。焦った。ツッキーがわざわざ爆弾ブロック壊すから何事かと。ギャグだよ。死ぬ、死んじゃう。ゴールは目の前だ。安心しろ。ゴールなかったら絶対うどんくたばってただろうな。なあ僕の電池結構長持ちしてるよね。確かし、また俺だけハゲですよ。新鮮なグリーンピースな証拠だ。うん、ごめんなさい。ただでさえストックやばいってのに。ま、どうにかなるやろ。てかワイの星の数すげえな。私全部ゾロ目だわ。何気にすごいなそれ。ふむ、最後のステージの割にそこまで難しいことはありませんね。確かにこれだったらレベル4の氷結地帯の方がまだ厄介でした。ってあれ、俺回復してない。しまった。回復もらえるのゾロ目ボーナスの時だけだった。うどん死亡フラグビンビンだなこや。どうにかなりますよ。てか忍者、追いかす金玉何してんだ。念を、どうせ死ぬからいいじゃないか。さらっとひどいことを。まあこの辺は安全だから大丈夫だって。うるさい歩く死亡フラグ。ミサはバイオトラグで済まないからな。あっはっはそれほどでも、褒めてないからアホーって。なんでみんなここで止まってるん。うどんに安全にウィップ取らせるからじゃね。だとしたらありがとうございます。まあさすがミサの体力でコピーなし。わな、ブロッカー。私コピー捨てるわ。いて、捨てたと同時に食ってきたなこやつ。ちょ待てワイラを吐き捨てるな。おかましなしかお前。お構いなしな。あれ、俺体力回復してる。ミサはに吸い込まれた時、食い物も入ってたんだろうな。ラッキー、これで一安心です。うおお、やったねうどん。おいやめろ。うどんだけ体力が。もうやめてください。まあ、死ななければいいんだよ。死ななければ。怖いことを、なんかゴム吸っちゃったけどこれでいいや。ないよかましだ。すっぴんだとろくなことがないしな。そうだな私もゴムを。あいつ綺麗に落ちていったな。このステージであれだけのフラグが立ってたうどんが死ぬかと思ったらミサワが最初に死んだでござる。バカだぜ。オラオラゴムゴム、ていてい、あってぇ。安心した。盗賊がもう一人いた。吸い込みでヘマして落下しよりかはるかにマシだけどな。さて、あとはこのでっかいものをボーイと。よっこい、いってぇ。このメンツドジばっかりだな。否定はしない。あ、ここのトラップは結構苦戦するぞ。一人で初見だと、ただ多人数だと、これで解決。私一人の時ここで長時間詰まったんだよなー。いやー懐かしい。今の初見じゃ気づきづらいですよ。俺正直わかんなかったですし。もっと頭を柔らかくだな。うっさいクラゲのウミソ。うわこいつ毒吐きやがった。そうどください。何もないのは嫌です。こっちが当たりか。入ったこれ。ミサはなぜそっちやったし。なんでだろう。始末ご苦労うどんちゃん。おい金玉忍者倒したろ。ごめん。てかわざと外れ引いてるだろミサは。ワイすごくね、当たりを見事に引いてるぞ。それと同時に、ミサワは的確に外れを引いている。うん、この二人とこの仕掛け知ってるんですね。まあ一度プレイしてるからな。僕はさっぱり覚えてなかったが。痛い、ボムが3つ。あ、中ボスか。そうっぽいですね。私は後ろでボム投げてるから、お前ら頼んだぞ。たくしゃあねえなもう。俺も久々に暴れますよ。うへ、ソードくん、ソードあれば何の問題もないね。シャトルループが決まらねえ。突したらすぐにシャトルしないと入んないよなこいつだと。今ならいける。重く崩れてやんのバーカ。ワイがお手本見せてやるよ。これをこうしてだな。僕と全く同じことしてね。ゴム面倒い。私はすっぴんで戦う。こっちの方が戦いやすいんじゃ。なあほなって。帰ってきたゴムを回収。見ろこのリリース&キャッチ戦法。意味がわかりません。うどん突っ込みすぎや。だってソードだし。ストーンは私がも
らおう。この先絶対必要だからな。硬いブロックでもあるんですかね。まあ、見てからの楽しみや。でも楽しめるのはストーンの人だけっていう。まあね、さてと、スフィアを回収すっか。ああ、この手の仕掛け、夢の泉にもありましたよね。うむ、私もその経験があったから初見でミスすることなくできたぞ。とはいえ大体見ればわかるかもしれんが、最初に2回やらせてたら、最後も、みたいな感じでやっちゃうんだよな。人間の本能でもあり、制作者側の陰謀だな。うむ、このカービィ Wii では、その制作者側の悪意に満ちたトラップが結構あるから、ステージは疑って進むぐらいがちょうどいいかも。それ今言われても、忘れるわい。どうにかなるよ、大丈夫だって。とか言ってる私が一番危ないのかもね。あ、でもそれは内科熟練者だし。あ、そうだね。お、これはウルトラコピー？その通りだ。ここは少し難しいが、誰がやる？ん？じゃ、Y がやる。難しいなら Y にしかできないだろうし。私はもうマスターしてるから、鼻っからやる気はないね。強がらなくていい泉沢。いや本当だって。で、これは一体何するんですか？これはビームを操作して、これに明かりをつける。正しい一発で、その言い方だと勘違いするぞ。ビームが続くまでにつけろってことですよね。うむ、そんな感じだ。ストックないだけあって、星はしっかり取っておきたいな。星が欲しいの。やめろ空気が死ぬ。ほんと、唐突にこの人は。私ってほんとバカ。これ複雑だ。こっからでいけるかな。あやべすかした。変わった順番だな。私は真ん中は最後に回すな。そのつもりだったが、見ての通り最初にミスったからな。まあわざとミスしたんだけどな。誰か私の丸くに気づいて。だって顔隠れてるじゃん。まみるならず丸る。丸ったってか。語呂悪すぎる。そいやお丸って丸くって知ってんだっけ。いや知らん。お丸と丸くでお丸く。あーダメだ丸くに失礼だわ。ちょっと真剣にやってるから黙ってろ。ほいつか一発来たぞ。おう、綺麗に行きましたね。次が最後だ。次のは結構難しいぞ。何してんのおまる。あーそこ下あるのね。アホだ。ドジだ。うっさいよ。次の難しいやつ綺麗に決めてやるからな。ネクソブンドってバッチリ目開けてみてろよ。うわ、これ難しいですね。兄貴が来たのに参ってる。あーもう最悪。あれ、俺なんで回転でリチャージしてるんだろう。まさか僕たちを。あーどうせなら味方にも攻撃できたら面白かったのにな。あんたそうやってスマブラのチームアタックでも。おい、一発で成功させたのにお前らスルーか。あーごめん、すごいね。なあ、ここって僕たちが初見プレイした時。あー、ここか。でやべえ、ストックあんまりねえぞ。死ぬ、なんか厄介な仕掛けいっぱいありますねー。ここは焦るとガチで死ぬ。あとブロック吐き出しは的確にな。焦るなって言っても焦っちゃうよな。後ろの物体が怖いし。まったくだぜ、本当に危ないと思ったら。スクロールは Y がどうにかする。今のところはミスないですね。うわぁここどこだ。うおおおおお、終わった。ヘブシって死んだのお前かよ。スッキー感一発逃れたな。おまるがバカやってくれたおかげで。仕方ないだろ、あの手のミスはお前らだって何度もやってただろうが。いやそやねえよ。まあ何度かやりましたけど。やーいドジ、ミサはお前この動画見直してこい。あこれ積んだ。ああ、あいつの場合挑発じゃなく自分でフラグ建築してるだけだったのね。すまないな暴言吐いて。Y は心が広いから許してやるよ。じゃあいいです。うどんと僕潰される前に体力切れで終わるんじゃね。あ、潰されて終わったわ。やべえよ、残機が。大丈夫だ問題ない。残機ゼロでもおまるが生きてる限り何度でも蘇るさ。んなこと言うからは今死にかけたやないか。落ちたー、ミサワのフラグがー。やべえ急げー、すぐ破壊するか。落ちたー、これがミサワの呪いかー。お前ら自分のミスを私の発言に便乗して私になすりつけるな。ちょ待てミサワそんなに吸い込んだら。よくやったおまる。俺の特攻無駄でしたね。あやばい積んだ。あははストックゼロだやばいね。この場合プッチーどうなるんですか。あ落ちちゃった。俺どうなっちゃうの。復活はできるぞ。ただし体力半分からだが。あごめん吸い込んだわ。まああと任せた。やめろ隙間に閉じ込められる。焦らなければどうってことない。これで今おまるが死んだらゲームオーバー。ステージの始めっからですよね。そうだよ、だけどあとはローパーだけ。即死はないし問題なすび。いやいや、どう見てもこれ落ちたら即死だろ。え、ローパー戦もこの動く床の上でやるんですか。だな。このトラップもう一つ先だと思ってたのに。ストーンの人は落下し注意な。そのストーンの人がお前含めて3人もいるんだが。兄貴だけど Y がいかんと先に進めんからのう。 HP である以上サボることは許されないんだ。そんなー、ちょっとぐらいいいじゃないか。お前らふざけてる場合か。うわー、マジで落下しそうだから怖い。走っ
こでストーンはやめておこう。てかマッチョだ。もうこのまま放置してれば、ここに来てサボリマの本性が現れたか。うおっと危ない。そういやミサワってサボる癖があるんでしたっけ。ああ、それも筋がねえり。動かざること、山のごとし、働かざることに糸のごとし、ムキムキガチムチ、歪みねえ。そしてラストアタックを狙いに行く。やべえ、あいつは異常にクズや。横マッチョ、よし、じゃあミサワの真似して動かざること。パクっちゃやだぜ。うおうおう、おいおい、しっかりしてくれよ。ラストアタックもらったー。させるかー。うわ、微妙なところですね。せめてスピアを。はい、残念でした。プラーザマーミロバーカバーカ。私は岩になりたい。そうすねないで。ゴール目前ですし行きましょう。トマトくれ。トマトって反対から呼んでもトマトだよね。何突然。小学生並みのネタを挟んできたなこいつ。うっさい金玉。小児病でしょあんた。そうだよ。いや素直に認めるなし。わーい、よく破壊されるドラグーンだ。ドラグーンかっこいいだろうが。スマブラの悪空の使者といい、任天堂はハイドラになんか恨みでもあるのかな。スタッフがハイドラでボコられたとか。うわー、否定できない。ゴールゲーム残機の関係もあってゾロ目ボーナスは出しておきたい。で、俺は安定のハゲと。うわ、やっちまったわ。すまん私も。おいつっちどうした。私の星の数が不吉だ。何気に倒した敵は俺が1位。てかつっち、何があったんですか。わかんない。よそ見してたからかな。何見てたんだ。まさかテレビの上に置いてある。いやねえよ。ここからはほとんど初見かな。わいは、鼻っから初見の俺に今さら怖いものなんてない。チャレンジコースが完全に空気だなこや。やる気ないもんね。だって難しいし、ほいで入るぞ。石が2つ、つい最近は、岩に隠れとったん。なんだこれ。スロープ使っていろいろと登っていくコース。風が強いぜ。意外とホバリングだけで進めないことも無理でした。ゴルドーでかいわ。エクストラだと地味に難しいな。兄貴ー。あ、やべえ、身動き取れない。なんとなくストーン。はい、ごめんなさい、先に行きます。わっちも行きたい。ミサはいつまで石になってるんだろう。やっと帰ってきました。さすがにストーンなくしたくないし、ワープ移動待ってたんだ。すまない。大一アップ。本来なら無視するんだろうが、現在残り残機が1なものでな。あの、助けてください。痛いパターン入ってる。あはー、よしよし取れたぞ。で、うどんはこんなストックの少ない時に何やっとんねん。地上にいなかったのでワープ移動もできず、風に流されて針にぐすりされてただけです。そりゃ災難だったな。邪魔だわど。オラ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 。ゴリ押し安定ですね。ストックないのにゴリ押しすんなし。死ななければ問題ない。回復すればどうにでもなるぜ。できれば早いところ回復アイテム欲しいな。僕死んじゃうよ。そうだな、くたばればいいと思うよ。ぐすり。サンキューうどん。ミサワと違って気が利いてるぜ。おう、バナーナー。そいつをこっちによこちょ。お前、ま、どうかしたの。いや、どうかしたとかの問題じゃなくて、お前回復しなくてよかったのか。え、回復アイテムあったの。おまる死んだらどうするのよ。いやーねんを。あは、死んだわ。ツッチー、お前ってやつは早くも被害者が。先にツッチーが死んで、後でワイが死ななかったのが不幸中の幸いだな。ですね。ところであのバカ何してんだ。今の自分から飛び込んだようにも見えますが、残りストックゼロだからよかったものの。もう触れないでくれ。私にも理解できないぐらいだ。それはいいが、この状況は非常にまずい。未だスピア回収一つもできてないし、その上ストックゼロだ。ステージ序盤だし、ゲームオーバーになりかねないよな。まあどうにかなりますよ。もうすぐ1アップしますし。そうだな、ミサワに大砲持たせたらいかんな。あいつ荒ぶる。今さら食べ物ですか。もっと早く見つけてれば。まったくだな、地味にタイミングが悪いんだよ畜生。あ、ストーン欲しいな。あぶね、お前らロッキー倒そうとしたろ。いいなストーン。ここストーンあると楽なんだよな。ミサはいいから大砲捨てろ。捨てたと思った。母持ってるよと見せかけて捨てたよ。ひむ、これって早く進めって感じだな。鍵持ってるあいつよりも早く行けってことですよね。そりゃあいつがいるからそうだよ。ここはストーンあるし、あんまり焦らなくてもいいかも。ここは私が道を開く先に行け。ありがたいがコピーする必要はあったんだろうか。お、ドラグーンだ。かっこいいぜ。なんか知らんが1アップしたぞ。結構ギリギリじゃないですか。リーダーがトロいからな。やかましい。この鍵持ってなら腑に落ちてやろうかと思った。お前だけ落ちてろ。なんとなくストーン。あれこれやばい。と見せかけた見せプレイ。どやー。無視して入っちゃおう。おや、また上に登っていく部屋ですね。ただ、
風が吹いてるぜ。はしご使えばなんとも、思いっきり直撃したアホタレがいるぞ。ビームでいいや、もらっとこ。食い物、食い物。救いのアイテム、よかった。飯の持ち逃げしてやりたかったが、狭いから無理げでした。なんて迷惑なやつだ。お前もやってたらな。ざまみろ。ああ、せっかくのコピーがもったいない。危ない。ワープで現れて食われるとか勘弁。ブッチーよく回収できたな。なんか今ニードルが珍しく活躍したような。だな。よくやったぞ、ドン。いざ、隠し部屋に。ここの部屋は地味にめんどいぞ。おまるが何度トラップに引っかかるか楽しみだ。危ね。画面外からそや卑怯だ。あと保護色も、そしてそれは読めている。おっしゃあ雑魚処理任せろ。ニードルプレイ。なんとビームはこんなこともできるんだぜ。そして何事もなく攻略できたと。僕が完全に空気だった件について。お前普段から暴れすぎてるし、空気なぐらいがちょうどいいわ。まったくだ。この企画ブレイカーがここのボスでなんかやらかしそうで怖いわ。レベル5のボスってなんか変わったことするんですか？まあな、見てからのお楽しみだ。何気に三沢が死にかけである。おちょちょ危ねえ。そんなに急がなくても、うお危ねえ。完全に終わったかと思ったら風に助けられた。飯、飯をくれ。おめえの飯ねえから。あ、全裸の変態だ。うん、全裸の変態だな。ああ、ハイジャンプのあいつのことか。助けてや。ほんま死んでまう。死んでしまえ。で、遺体がストックが減るのは困るしな。ストック減らさずに死んでくれ。お前それや親に魚くださいって言ってるみたいなものだぞ。例えが的確ですね。うわぁ、僕のビーム。うん、海になりたいね。うどんが張り付いてるな。うおぉ。あの人何してんだろ。さあな。一人だけ違うルート選んでストック減らしおってからに。クズ野郎。そこまで言うか。おまる、左のバーは私が抑えるから寿司屋頼む。バッチリだ。ここ一人だとグダるんじゃないのか？グダったというか、取れなかった記憶がある。初見だと取れなかったような気がするな私も。あやばい、ここ死ぬかも。うどんの下に隠れよう。いや、ハイジャンプあるでしょあんた。これ飛翔中は無敵やぞ。ハイジャンプは何気にボス戦に使うと強い。ただし攻撃パターンが飛んでるだけだから飽きる。だな。ねえ、ニードルってすごい強いコピーなんじゃないんですか？ねえだろ。いや絶対強いですよ。遠距離あるしだし攻撃あるし張り出してれば無敵だし、トルネードなんて目じゃないですよ。お前がそう思うんならそうなんだろうな。お前の中ではな。ミサは、なぜコピーしててまでスリープを取りに行く。眠いから寝かせろ。気にしたら負けだ。無視していくぞい。ニードルは中コピー。風が騒がしいな。うむ、この上にまだ何かありそうだ。食われたー。ニードルは強い。サンキューどん。ゴールは目前だろうし、ひとっ飛びだ。さあ、最後のスフィアの回収だ。ただ、ここのスフィアはな、初見じゃそうそう気づかないよな。オーイングー。よこせー。残念いただきます。クソやろよこせや。なあ、飛んでたらスフィア見つけたんだが。なんという偶然。あ、でもこの世に偶然なんてものはないんだっけ。どこのゆうこさんだよ。ストックゼロだ。頼む誰か一人でも一に行ってくれ。任せろ私には羽がある。なんだこの羽役に立たねえな。でもおまると俺が一だ。とりあえずは問題ないと思います。でもこれで次のステージに行くのか、不安だな。ストック1だもんな。いけるかこれ？大丈夫だろう。ワイが死なない限りは。なんだかんだで、おまるはそこまで死んでませんからね。まあ僕にはほど遠いんだけどね。うるせえこっちから初プレイなんだよ。うるせえよ私ディスってんのかこら。ミサワってほんとバカ。知ってる。ワープツだ。いやこれリーダーが乗ったらまずいですよ。やめてくださいよほんと。そうだよ。たくお前ら心配性だな。その目かっぽじってみとけよ。あとどかん。これで分かった。ロックツは私が。うん任せるわ。あのリーダーは死なないと学習しないのか。ほらよ。痛い。わざとだな。わざとですね。絶対わざとだ。おまるに手本とやらを見せてやんよ。ああ、夕日が綺麗だ。見てあげてくださいよ。まだ先は長いぞい。私についていけば大丈夫だ。お前らの命は、私が預かった。いや結構です。死亡数の多いやつに預ける命なんてないわ。ひどいなぁ。ちょっとぐらい信用してくれよ。命預けた結果、どっかのパートで吐き捨てられて命消された覚えしかないんだが。ああ、そんなことありましたね。ああまたくつかよう。めんどくさい。ごまかしたな。この先に1アップがある。それまでの辛抱だ。これでひとまずやべえ。はぁ、お前1アップ前に何してんだよ。見ろよ僕なんて死にかけだぞ。この人本当にタイミング悪いですね。ここに来て初ゲームオーバーである。ちょうどいいや、ここで切ろう。今回は最後の最後でおまるがやらかしました。それでは、次回をお楽しみに。言っておくがわいわな。尺を調整してゲームオーバーにだな。ご視聴ありがとうございました。なんでや。